ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今後はこの現象に注意が必要だな。どうしたの魔理沙？それにこの現象って何なの？実はな、南海トラフ沿いでスロースリップ現象が確認されているんだぜ。スロースリップ現象って初めて聞いたわね。それじゃ、今回はスロースリップ現象と南海トラフ地震についていろいろと解説していくぜ。よろしく。それで、スロースリップ現象というのは一体何なの？スロースリップ現象というのは、数ヶ月以上の長い時間をかけて、ゆっくりと岩盤がずれて動くことを指すんだぜ。ゆっくり動くのなら大して問題にはならないんじゃないの？まあ、過去の研究者たちはスロースリップ現象についてそう考えていたんだけど、近年の研究では、少し考え方が変わってきているんだ。え、そうなの？まあ、その点は後ほど解説するとして、スロースリップ現象は基本的に人間が感じることができないと言われているんだぜ。だったらなおさら問題はないような気がするわね。確かに一般人は感じることができないんだが、研究者や地学的には大問題だとされているんだ。どういうことなの？それは、スロースリップ現象は、南海トラフと大きく関係していると考えられているからだぜ。話の流れから想像していたけど、やっぱり南海トラフに関係しているんだね。南海トラフとスロースリップ現象については、巨大地震の長期的な前兆であると考えられているぜ。え、そうなの。それで、聞くのが少し怖いんだけど、すでに南海トラフにおいてスロースリップ現象は発生しているの？残念ながらこれまでに4回発生しているぜ。え、ということはもう間近に迫っているということじゃないのよ。残念ながらそういうことになってしまうんだ。例えば2011年の東北地方太平洋沖地震だ。東北地方太平洋沖地震ってことは、東日本大震災の地震のことね。そうだぜ。また、この地震が発生する約2ヶ月も前から、スロースリップ現象が起きていたことがわかっているんだ。大地震が起こる前兆というわけね。だから、巨大地震の発生と関連があるのではないかと考えられているんだぜ。でもスロースリップ現象はゆっくりと動いているんでしょ？地震はどうして起こってしまうの？スロースリップ現象が起こっているところでは、当然歪みが解消されていると考えられているんだが、スロースリップ現象を引き起こしている領域の周辺では、逆に歪みが蓄積されているんではないかと考えられているんだ。つまり解放と同時に蓄積もされているということ？なんかすごいわね。もう少し具体的に言うと、スロースリップ現象を発生させるのは比較的深い場所であるため、浅いところにある巨大地震を発生させる周域の、固着域と呼ばれるところに歪みを移す働きがあるのではないかと考えられているんだ。ゆっくりとじわじわ力を移すだなんてなんだか恐ろしいわね。大きなスロースリップ現象が起きてしまった場合、解消していると考えるのはまずくて、逆に巨大地震を起こす歪みを蓄積している、と考える方が正しいというわけなんだぜ。地震がなくなると考えてしまうのはまずいということね。さらに少し大規模な地震が発生した後に、スロースリップ現象の発生域が徐々に広がって、最終的に巨大地震が発生するパターンもあるから注意が必要だぜ。スロースリップ現象が起きているということは、巨大地震が目前に迫っているということね。また、スロースリップ現象は気象庁の南海トラフ巨大地震に関する、臨時情報を発表する一つの指標としても使われているんだ。気象庁まで注視しているんだね。そうだぜ。その他にも、気象庁は南海トラフ巨大地震の想定震源域のプレート境界面で、通常とは異なるスロースリップ現象が、発生した可能性が疑われる場合に臨時情報が発表されるんだ。かなり信憑度が高い情報ということね。そのため、多くの研究者もこのスロースリップ現象について、将来発生する巨大地震の予測をする手がかりになるのではと注目しているんだ。つまり話をまとめると、スロースリップ現象は今後も注意しないといけないというわけね。そういうことだぜ。それにスロースリップ現象は特に地震の歪みがなくなるというイメージもある。となると、まるで地震のリスクが減っていると捉えてしまうとやばいってことになるんだ。そうね。スロースリップ現象が起こった。だから地震が来ない、と油断すると痛い目を見るわね。まあ、スロースリップ現象が来る来ないにしても、そもそも他にも地震のリスクはあるし。日本はいろんなところに断層があるから、日頃から備えるということが大事なんだぜ。その通りね、油断大敵というわけね。それにしてもすごいわね。さて、ここまでは南海トラフとスロースリップ現象について話をしたけど、霊夢はこの話を聞いてあることを思わないか？やっぱり日本は地震大国だと改めて思ったわ。まさにそれだな。それで前から聞こうと思っていたけど、日本はどうしてこんなに地震が多いの？それにはいろいろと理由があるけど、一番の理由は、日本列島がそれぞれのプレートの上に存在するからだぜ。ほうほう。では、そのことを話す前に、まずは衝突境界の話をしていくことにするぜ。
衝突境界って初めて聞いたわね。具体的に言うと、まず基本知識として大陸は動いているんだ。そして、大陸が正面から衝突する。詳しく言うと、インドプレートとユーラシアプレートが、ぶつかった結果としてできたのがヒマラヤ山脈なんだ。そうなんだ。あの巨大な山脈は大陸の衝突によってできたんだね。となると、自然は莫大な力を持ってるわけだね。それは間違いないな。そして、沈み込み型の境界とは、海洋側のプレートと大陸側のプレートがあるところで発生するんだ。ほうほう、じゃあ日本もこれに近いのかな。そうだな。太平洋側はまさにその考えでいいんだけど、注目してほしいのは、大陸側のプレートと海洋側のプレートでは、海洋側の方が冷たく重いことだぜ。なるほど。それで大陸側のプレートに海洋側のプレートが潜り込んじゃうわけね。その通り、そのため最終的には海洋側のプレートは沈み込んでいって、マントルに回収されてしまうと考えられているんだぜ。そしてプレートの境界は海溝となるのが一般的だな。なるほどね。日本海溝やマリアナ海溝はこうやってできたわけなんだね。そうだぜ。また、この沈み込む時にできる、歪みが戻ることで起きる地震が、いわゆる海溝型地震というやつなんだ。海溝型地震は聞いたことがあるわね。また、世界の地震分布、火山分布を見ると基本的にはプレート周辺で発生しているんだが、日本列島で言うと、沈み込み境界と衝突境界の二つの境界が、複数存在しているというのが特徴になるぜ。なるほどね。ちなみにこの二つ以上も存在しているというのは、世界的にも非常に珍しいんだ。おかげというと変な話だけども、それで日本はとても地震が多いわけね。そうだぜ。またこれは余談だけど、日本は阪神淡路大震災まで大きな地震がなく、長期間、静けさを保ったままだったんだ。え、そうなの。まさに嵐の前のなんとやらという感じね。その表現が正しいだろうな。それで阪神淡路大震災はまさに日本の地震の転換点であって、今後は大きな地震や噴火が多発すると専門家は考えているんだぜ。このまま静かなままでいて欲しかったんだけどそうはいかないみたいね。その他にも、大阪北部地震があった2018年には、紀伊水道では、マグニチュード7クラスに相当するスロースリップ現象が発生し、メディアでは話題になったんだ。そんなことが過去に起きていたのね。ところで紀伊水道ってどこにあるの？紀伊水道は和歌山県、徳島県の間の南北約 50km の水道、海峡のことだぜ。水道というのは海において、両側に陸があって狭くなった通路のことを言うぜ。なるほどね。じゃあ、ここまでの話をまとめると、日本は現在もこれからも地震に注意する必要があるんだね。その通りだぜ。また別の説では、地球内部のマグマが地震を引き起こしていると考えられる場合があるけど、その点に関する詳しいことは明らかになっていないぜ。地震に関してはまだまだわからないことがあるんだね。そうだぜ、この点は今後の科学の発展に期待したいな。では、今後日本で発生が危惧されている地震について解説していくぜ。よろしく。まずは南海トラフ地震について解説していこう。出た。南海トラフ地震。まあ、ここまでの流れから紹介されない方がおかしいと思うけどね。確かにそれはそうだな。それで霊夢、先ほど解説したように日本はいろいろなプレートに囲まれているんだぜ。そうだったわね。それでいろいろなプレートの中にある、フィリピン海プレートとユーラシアプレートで引き起こされるのが、今回紹介する南海トラフ地震なんだ。今調べてみたけど、プレートも巨大なんだよね。そうだぜ。また、先ほどのプレート間が東は静岡から西は九州まで連なっていること。さらに日本からかなり近い場所がプレートの境目になっていることから、南海トラフ地震は他に比べて被害規模が大きくなってしまうんだ。ほうほう、つまり東から西まで大きな被害が出るのね。そういうことだぜ。その他にも、過去の南海トラフ地震の事例を見ても被害規模が大きい上に、連続した地震も起きてしまったりと、まさに大規模災害であることは間違いないんだ。なるほどね、要はとんでもなくヤバい地震ってことね。それで、過去の地震といえばどれくらい揺れたの？南海トラフ地震は、マグニチュード8クラスの大地震が隣接する地域で、連続して発生する事例や、地震と連動して火山活動まで始まることもあったぜ。地震によって火山が活動してしまうなんて、やばすぎるわね。まあ、それが南海トラフ地震の威力といったところだな。では、南海トラフ地震の被害想定を話していこう。今までの話を聞いていると、被害想定を聞くのは少し怖いわね。気持ちはわかるが頑張ってくれ。頑張るわ。それで南海トラフ地震について、日本政府及び気象庁が発表した被害想定だと、日本国民の約 54% が被災する想定となっているんだ。地震で国民の 54% も被災するなら、日本の半分が被災することになるんだね。確かにな。しかも被害を受けるのは、静岡から西は全域だと考えられているんだ。
確かに文字通り半分以上ね。じゃあ、西日本に逃げ場はないってこと？厳密には西日本の太平洋側には逃げ場はないってことになるな。どれだけすごい地震なのよ。でも、ちょっと冷静に考えると、さすがに政府が南海トラフ地震を大きく想定しすぎている感じがするわ。いや、断じてそんなことはないぜ。え、そうなの。なぜなら、一部の専門家は政府の想定は低いと指摘しているからな。低いって、もう十分すぎるほどにヤバい想定だけどね。確かにそれは否定できないけどな。また、南海トラフ地震には東海地震と南海地震とで分けられるんだ。ほうほう。それで、次に発生する南海トラフ地震は、特に被害が大きくなりがちな東海地震と予想されているんだぜ。そういう予想ができるのって科学の進歩はすごいと思うわ。確かにそうだな。また、南海トラフ地震には周期があって、ある程度予測はできるんだぜ。なるほどね、それで周期的に近いことが分かっているのね。その通りだ、おおよそになるけど、南海トラフ地震は100から150年の周期で起きるとされるな。100年に1回の大地震って感じね。まさに人類にとっては大きな脅威になりそうね。それで前回はいつ頃に南海トラフ地震が発生したの？前回は1946年だな。となると、早ければ約20年後には、大地震が起こる可能性があるってことなの？周期を前提に考えるとその可能性が高いと言われているな。また参考だけど、1946年の前は1854年なんだ。100年も経たずして大地震が起こることもあるのね。そうだな、これまでの周期を平均すると100から150年くらいになっているだけだから。場合によっては考えられないような周期で、南海トラフ地震が発生する可能性があるんだ。なるほどね、まあ何でもデータ通りにはいかないよね。その他にも地震の専門家の研究結果によると、2050年までに大地震が起こる確率は 80% 以上だと発表されているんだ。高すぎるでしょ、ほぼ確実じゃないのよ。そして、その研究通り地震が起きた場合、被害総額は国家予算を超えると予想されているな。やばすぎるでしょ。じゃあ、もしかすると国が傾く可能性があるんだね。その可能性は高いだろうな。それで、先ほどの被害想定を詳細に紹介すると、国民の約 54% が被災して、死者想定は32万人を超えるんだ。そして被害総額は220兆円にも上るぜ。32万人、やばすぎるでしょ。それに被害総額も桁違いにやばいわね。そうだな。参考だけど、先ほどの被害総額はあの東日本大震災の10倍以上となっているんだ。あれだけ日本全体が絶望した震災の10倍以上なんて未知の世界だよ。だからこそ、日頃から地震に対する準備をしっかりしておくことが大切なんだぜ。なるほどね。また、南海トラフ地震以外では、東北地方におけるアウターライズ地震や、東京都を中心に発生が危惧されている首都直下地震が、今の日本で一番危惧されている地震だな。結構多くの地震の発生が危惧されているのね。とりあえず、万全の準備をしておくわ。よろしく頼むぜ。それに最近では、気象庁が巨大地震が切迫していると会見していたので気になるところだぜ。そうなの、気になるわね。まあ、私たちは地震対策を入念に行うしかないな。確かにそうだね。それじゃ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。